こんばんは。あ、何も見えないや。はい、こんばんは。今日は車買ったばっかりですけど、このエブリーバンで車中泊をします。結構広い。はい、そういうわけで始めてきます。さすがに布団とかは持ってこれてないので、今ここ友達ん家の庭です。布団借りました。はい、前回ね、初めての車中泊っていうこともあって結構反省点が多かったんですけど、今回はうまくいくようにまたちょっと100均で揃えてきたんで、まずねアルミシート、前回結構寒かった、今日は比較的あったかいんで、そこまでバッチリやらなくてもいいと思うんですけど、布団も結構いいやつだし。はい、あとカーテン、前回サンシェードだったら丸見えだったんでカーテンにします。今回はカーテン6つ買いました。そんなもんかな。はい、とりあえず準備してきます。はい、外から見るとこんな感じね。貼ってないと、丸見え、今回のカーテンだと、ちょい見え、遠くから見て、ある程度隠れてはいるかな気持ちで、前のサンシェードだと、これサンシェード、これサンシェードなし、サンシェードだと見えるよね。それで今こんな感じですね。ちょっと今撮影するんでライト全部つけちゃってるんですけど、多分もう一人で作業するときとかはもうこんな感じなんで、これ今カーテンのとこですね。もうライトのとこぐらいしか見えない感じ。ちょっと結構見づらいね、こうなると。はい、中来ましたよ。中からだと、ちょっと外がもともと暗いんであんま見えないんですけど、はい、ぐるっとこんな感じですね。ちなみにちょっと今回正面が田んぼなんで、正面の方は何もつけてないです。はい、今回ちょっと布団借りたんで、絶対寒くないと思いますし、下に断熱のシートも貼ったし、でカーテンまだ結構明るくしたら中身が見えるっちゃ見えるんで、やれるんだったらもうちょっと攻めたいなと思いますね。はい、ただやっぱりバンっていうこともあって、結構この鉄がむき出しなんで照明がいろんなところに貼れるのが個人的には嬉しいですね。という感じで、やっぱ足も伸ばせて普通に寝れます。そんな感じかな。今日はこれぐらいで一回寝ようと思います。そんじゃまた明日。よし、じゃあおやすみなさい。ございます。はい、昨日はちゃんとあったかく寝れました。断熱も敷いたし、布団も普通の布団なんで非常にあったかかったです。窓曇ってるね。小雨降ってきた。はい、今回も外のガスバーナー。はい、シェラカップ、スノーピーク、今回はお椀で食べるどん兵衛。
はい、できました。いきます。ゆず仕立てになってて上品な風味が感じられますね。美味しい。ごちそうさまでした。はい、そんじゃ今回はエブリーバンに泊まりました。やっぱ広いけど、まだ全然快適さは求められるので、またちょこちょこやっていきたいなと思います。以上、エブリーバン初めての車中泊でした。そんじゃまた。